静かなる防衛の時間です。今日のお題は南シナ海で出雲とロナルド・レーガンが合同訓練後どう過ごしているか考えてみます。あまり皆さんには関係ないんですが、新調しました。それではロナルド・レーガンは空母ですよね。今現在最も大きな空母となっています。なかなか書きやすい。出雲は改修が予定されている日本の護衛艦です。長さもやはり違います。レーガン332、出雲は248、おおよそ、まあ90は違いますね。で、出雲も見ると結構でかいんですけど、その出雲よりやはりロナルド・レーガンはめっちゃでかいです。なんといっても規模が違ってきてますんで、やはり戦略も違います。原子力空母の役割はやはり違ってきますね。海に浮かぶ基地と考えると説明はつきます。今もなお南シナ海で訓練中です。トランプ大統領が日本に国賓でやってきた時に、ロナルド・レーガンは硫黄島で訓練を行っていました。トランプ大統領はワスプ挙手揚陸艦で演説を行い、それがニュースになっていました。出雲も同じく南シナ海に前回加賀で安倍総理とトランプ大統領2人の演説が行われました。出雲も加賀も改修予定となっています。将来的に F-35B を艦載できるようにするためです。そこで合同訓練でやはり得るものはお互いあると思います。出雲はやはり対潜水艦に優れているので性能はまた違ってきます。アメリカの海兵隊打撃群みたいに大きな打撃群
は日本は必要ないと考えられますが、日本でもやはり改修後、出雲や輸送艦など小さな打撃群が編成されると思われます。イージス艦や最小での離島奪還任務が可能となってきます。今現在、出雲は南シナ海周辺の国々と合同訓練を行って、8月いっぱいまでは海外での任務が多くなります。この間はオーストラリアとも合同訓練を行い、赤道をまたいだとの記事もありました。やはり赤道を通過することにも意味はあります。日本も空母があればいいのですが、日本が攻撃することはないので必要ないとされています。出雲や加賀がどのようにこれから回収されるか楽しみとなっています。対潜水艦にやはり優れているので、哨戒ヘリでの捜索が主になってくるでしょう。やはり世界トップクラスの潜水艦がある日本です。探す、見つけるというところも世界トップクラスと考えられます。潜水艦の隠れる方ばかりが表に出てきますが、実は見つける方でも世界のトップクラスです。中国や周辺国の潜水艦はどんな動きをしているか観察が今もなおできています。対馬海峡あたりでは強力な対馬に尖閣、強力な包囲網を今築かれていることでしょう。知らないのは周辺国だけです。出雲も8月まで任務が行われ、帰国後回収へと入ります。一旦出雲の航行シーンを見ることはできなくなるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら新チャンネル登録をお願いします。説明欄から登録できます。